台風18号の情報をお伝えします。森田さん、沖縄では波が高くなりそうですね。はい、そうですね、台風は現時点ではだいぶ南の方、沖縄から離れているんですけども、はい、明日はだいぶ沖縄に近づいてくることになりそうですね。はい、現在の雲の様子をまずご覧いただきたいと思うんですが、はい、大きな雲の塊がありまして、一つは台風17号、これはまあ陸地の方に上陸していきます。でもう一つが台風18号ということになるわけですけども、大きな雲の塊がこちら1つ、そして南にもあって2つ、これらの雲がですね、1つにこうまとまってくるだろうというのがまあ予想なんですね。はい、で、今の台風の位置をですね、ちょっとこう水温との関係で見ていきたいと思うんですけども、赤色が29度以上、濃いところが30度以上ということになるわけですけども、この海域にあります。で現在の台風の位置重ねてみますとこんな形なんですね。はい、2つの雲の中心の雲のないところに台風の中心が解析されています。うん、昨日まではこれそれぞれ別々の熱帯低気圧という形で見られていたんですけども、はい、この後だんだんと一つにまとまってくる、システム化してくるということが、想定されていて、そしてさらにこう、ね、北上していくだろうという見方ですね。はい、で2つのこの雲がありますので、特徴的なものはこの黄色の円が非常に大きいっていうことなんですね。台風情報だけをちょっと取り出して見ていきたいと思うんですけども、はい、15時のものなんですけどもね、ここにフィリピンがあって、これが位置なんですけども、特徴がこれですね、超大型。この黄色の円が非常に大きいということを示しています。はい、ということで明日10日、15時の位置はここなんですけども、ここまで北上していきますと、南西諸島もこの黄色の線の中、強風域の中に入ってくるということが予想されるわけですね。ということで、かなりこう、波の方も高くなってくるのではなかろうかというふうに推測されます。はい、ちょっと一旦画面を落としていただいてですね、波の、状況の推測を出してみたいと思います。はい、風だけではなく波の方もで高くなってくることになるかと思うんですけども、風が強いと、波も当然高くなるわけですけども、はい、広範囲に、風が吹いているとですね、かなり遠くの方から波がやってくるということになるんですね。はい、で、これちょっと動かしていきますと、これ今日の段階のものなんですけども、はい、これは今日の18、ちょうど今頃なんですけども、南西諸島に4メートル、これしけを表すのが4という数字なんですけども、はい、どんどん近づいていきます。明日朝の段階でこのしけのラインというのがもう近づいてくる。その後はどんどん波が高くなってきますので、しけから大しけになるかもしれないというような状況になってきますので、風だけではなく海上はこの波に対して警戒が必要ということになりますね。でも海には近づかないでいただきたいですね。はい、そうですね。はい、わかりました。アプリケーション、アプリウェザーニュースからも最新の台風情報をご用意しております。ぜひご利用ください。